お偉い人の倫理が降りないとできないじゃないですか。はいはい、で大体企画書を見せて通してもらうじゃないですか。そうですよね。どういう手を使うと上の人が行ってこいっていうふうになるか。だからうちの場合はあれですよ。行ってこいって言われないうちに出ちゃう。事後報告です。いや結局うちそんなになんか注目されていなかったからね、会社もともともね別になんかあの社を挙げてってことなかったから、うん、であのまあそんなになんかこう力を入れて長年やる気もなかったんだろうから、うん、や勝手にやってても別に誰も何も言わなかったじゃないですか。そうだから僕らがね最初から企画書出してこれどうですかっていう体質の人間ではなかったから、うん、それでもみんなも注目してなかったんで、まあまあまあ好きにやれよと、うん、そうなんです。言ってるまんまの状態をまんまで人気出ちゃったもんだからずで人気出たら向こうは言い出すわけじゃないですか。その時にも我々はそのやり方を貫き通したっていう。だって今まで別に言って出してなかったっすよね。これでも人気あるんですよね。なんて今これ豊作買えるとまずいっすよ、ね、なんていう感じで言っちゃう。だから倫理を、ね、倫理を通すということをやったことがない、うん、ないですね。ないです、ないです、うん、これをねなんかいやだからこういうたんびにやっぱり笑いで終わってあんたたちだけができるんでしょとなって終わっちゃって別物にされちゃうわけですよ。我々はもともともうそもそものあんたも言ってみない概念から企画書って一体何なんだ。なんだってちゃんと考えてた。だからやっぱりそうだね、喋れば喋るほどそうでしょ。やっぱりちょっとなんかコメディじゃない。コメディじゃない。コメディじゃない。我々が本当にもう現実を見て、うん、現実はこうかっていうところで格闘してきたっていうこの決勝じゃない。決勝。そうでしょ。もう言えば言うほどなんかちょっと上滑りしてくる気がするんですけども。そうだね。そうじゃないんですよ。うん、そんなに真面目に書いた人いないですよ。そうですそうです、うん、ということでね、企画書はノー。ノー。これも一個一個やってった方がいいかもしれない。確かに、ね、さあ続いて問題点、嬉野さんの言葉ですね。おー、嬉野さん自分で言ってください。会社の中で意味のないことといえばやっぱり会議。ダメですね。もう俺が31ページに企画書いらねえっつって、あなたは33ページで今度は会議がいらねえって言っちゃってる。あなたもそう思うでしょ。うん、会議っていうのに呼ばれて行った経験が何回かありますけども。ありますね。やっぱりその報告がされるわけですよ。そうです。各担当の人かな、うん、別にいいですよね。会議で人を集めて時間をかけてやらなくたっていいわけじゃないですか、うん、そしてなんか結局なんか言いましたよね、言いましたよね、大丈夫ですよねっていうことで終わるみたいな、うん、全くなんか盛り上がるようなアイデアが出るわけでもなく、うん、あんまり集まる意味ない。だから会議っていうものの、うん、このそもそもの定義としてね、もしこれ英語であればやっぱりディスカッションであるとかだと思うんですよ、うん、そうですね。あ、君はどう思うって言って、いやこれはこうした方がいいと思う、でも僕はこう思うっていうのは会議だと僕も思ってたんです。なるほど。ただいわゆる一般的な企業の中の会議というのはほぼ報告なんですよね。じゃあなんとか部っつって言って、あ最近はこういうことをやってて、これで多分こういうふうに収支が、あ了解なんつって、全員会議なのに議論しないんですよ。そうでしょ。一個一個言ってあとは質問だけなんですよね。議論ではない。私はやってます、私はやってます。そうです。やってんだったらいいじゃないかって。いいじゃないですかね。そうですよね。それだったら言う必要ねえだろう。ないんですよ。あれは会社の中での自分たちの立ち位置を週に1回なのか2週に1回なのか、水曜日の朝10時に1回1回確認し合うという作業なん でこっちはやってるから別に報告会は行く必要ない。で僕一回うちの部署のね会議に出たことがあって、いやもうそれ部長も変わったんでね、はい、いやそれは最初は出ようと思って行って、うん、まあ相変わらずこの部長も同じかと思ってこう報告をするわけでさ、まあ、議事は進行は決まってるわけでさ、うん、じゃあこれこの部署この部署ってやるわけじゃん。で俺なんかありますかって言う時に、いや僕最近こういうちょっと面白いものを見たんだけど、こういうなんかあのものとかこれってなんか体験した感じよ。そういやなんか手帳だかなんだか分かんないけど、うん、なんか物をね僕見たんですよ、なんか雑貨みたいで、これ例えばこういう風にしてやったらどう思うって言って、こういうのやったらいいんじゃないって言ったら、その会議のがもう長が、あじゃあそれは個別にとかって、いやそれこそそれこ そこみんながいる中でやってほしい。君どう思う、こう俺こういうの面白いと思うから、じゃあ逆に君最近面白いのなんかなかったって。どうして個別になったの。個別にっていう、だって議事進行がもう決まってるから会議って。
いきなりそんな義理進行にないことを言われても、いや報告これで大体30分でとか1時間で終わるから、そんないきなりそんなこと言われてもって、だから議論ができないということで、だったら分かった分かった、お前今言ったら個別にって、だから俺は個別にやろう、個別でもいいってことだ、会議必要ないって、ね、もう言っちゃったら長がね、そうそうそう、長は言っちゃってるから、言っちゃってんだから、じゃあそれは後々後々個別でなんかちょっともう一回やりましょうみたいなことでを言うのが会議だと思ってるから、だったら俺その1時間とかねいらないやと思って、だからあなたの意見には賛成全くそうです、だから俺たちは賛成しちゃうから、いや違いますよと、でも、でもやっぱりあるですよ、その例えば戦争する場合ですよ、はいはいはい、作戦会議あるでしょ、はいはいはい、ね、どこを攻めなきゃいけないっていうことに限って、はいはいはい、ここを攻めるためにはここの要塞に一体どれぐらいの戦力があって、うん、一体どれぐらいの兵力があって、はい、で、天候の時にはどうのこうのっていうことをみんなが言ってくれるから、どういうふうにじゃあこの人分かるっていうことになるわけじゃないですか、うん、それこそが会議の本当の意味じゃないですか、そうなのよ、ってことは全体のビジョンをみんなが了解していて、我々のこの集団がどこへ向かっていったら戦闘を返しなきゃいけないかってことをちゃんと分かっていて、うん、じゃあ今回はここですって時に会議すると、はい、みんなの意見が来る、じゃあこうしようってなるわけじゃないですか、そういうのないじゃないですか、あのだからそれは個別でやってくださいでしょ会議中に、だから嬉しろさん今熱っぽく語りましたけど、じゃあそれは個別に担当者とやってくださいってなっちゃうわけ、じゃあ会議じゃあこの場は何だよ、何だよって思っちゃうわけ、何なんだよ、何なんだよって、俺らが熱くなればなるほど会議は盛り下がるわけ、そうなんだよ、なんかねなんか単なる儀式以外の、儀式以外の何ものでもない、そういうものになっているところに、はい、これはでも強いてですけども、うんうん、あえてね、上の人って忙しいじゃないですか、うん、あれそうでもないまずその時点で見解が違うんですね、違うんすね、いや上の人がじゃあ忙しい、はいはい、なので一斉にこう報告を伝播したいと、うんうん、そういった時には全員集まって、うんうんうん、そういう話をその偉い人からチキチキ偉い人からいただけるっていうのがいいのかなと思うんですけど、うん、偉い人って確かにあんま忙しくない、忙しくない忙しいんじゃなくて、あの人は心配だから聞きたいだけなのよ、だから会議っていうことは報告会にすればいいじゃない、あ、会議と言わずってこと、言わずね、はいはいはい、今回の報告会って言ってくれればいいけど、報告会だと安っぽくなるから会議って言ってるだけだと思うんですよね水曜日の10時に自慢じゃないですか、そしたら報告会やりますって言うと、あ、それ知ってるからなって、やっぱ出席者少なくなるでしょ、だから会議って言ってるんだと思いますよ、分かんない、もう本当にもう会議やめよう、そうでしょ、だから報告会って言えばいい、言えば正々堂々、まあそれを会社に書いてありますけれども正直でいるという価値観をもっと大事にすべきだと思う、そうですね、そうしたらもうちょっとやりやすくなるから、うん、いや会議じゃなくてうちは報告会です、うん、連絡会です、うん、言えば、なんかね、あのちょっとね若干30後半40ぐらいで、じゃあメールでくださいって言って終わりますから終わりますからねそうだもんね、そうだ、本当にそうだもん、報告会もなくなりますから、うん、それでいいんじゃないですか、いいですかね